今回もやってまいりました。デロリアンを作ろう。今日は何回目？5回目かな。はい、今ただいまもう5時になろうとしています。先々週と先週で、実はね、正月の4日に出てるとは知らずね、先週買いに行ってしまいました。2冊同時、100と101巻です。ではね、見ていきたいと思います。100巻、とりあえずコードになります。ここのねコードになります。ちょっとフラッシュ焚いた方が見やすいかな。ここら辺ですね。どうこのスタンドこと、あとは、この何色かのコードね、これを付属品の黒い細いチューブコードみたいな、これで、結束していきます。こんな感じ見えるかな。まあ結び方はね、別に自分、やり方あるんでね、自分それぞれね、自由に絡めてください。このねコードのコード、これコード使うプラスチックなんですけども、これちょっと取りそうだったんでね、自分はちょっと、接着剤流し込んでおいて、でちょっと白くなってますんでね、気にしないでください。100巻はこれで最後です。これで101巻、101巻ね、メッシュ、ここら辺ですね。今度は101巻はちょっと多めです、作業がね。束ねたるコードをね、ちょっと、広げたりして、やります。ここの黒いやつと、この束になってるコードを5センチほどね、ほどいて、こういうふうに、この穴にね、差し込んで、1ミリぐらい出すみたいですね。で、ビスで、本止めします。と自分、ちょっとかっこよくね、ちょっとこういう風にね、しましたけど、まあ、それぞれやり方があるんでね。ちょっと手前の方はね、ちょっと長くして、後でちょっと、剪定した感じですね。だいたい同じ長さで。でちょっとまた余った部分ね、ちょっと絡めて、ここを通して、このメッシュの中に入ってます。こっちもね、5ミリ程度この穴が開いてるんで、ここにこの黒いプラスチックとこのコードを、差し込みます。あとはね、この黒い、コードで、絡めて完成です。で101巻で今度終わりです。いつものように、冊子紹介からいきたいと思います。これ終わったんで、西部開拓時代ということになります。広がる保存協会、80年代のダンスパーティーの模様を再現してるみたいですね。で、80年代カフェということで、このコーラね、皆さん持ってますけど、ザ・タイムマシン。で101
管がまた右側ね、今度は右側のメッシュを作ります。平山と同じでこれね、また同じ要領で作っていきます。右もあ、で101巻、バッファロービル、インダストリアル、ライト&マジック社。ILU の上須高橋日系か。離陸準備完了。5分の1スケールで作ったんだね。コペルニクスの原点ですね。名前の由来らしいです。で102巻、またね右の、まあこれは左で右のフロント、こいつからこれずーっとこれになります。はい、ではご視聴ありがとうございました。いつもよりちょっと短めかもしれません。ありがとうございました。